皆さんこんにちは、福島民放高橋としては競馬の話は今回があれ24回目はい24回目ということになりました。いよいよね、年内はあと今週と来週ということになりましたけれどもね、1年経つのは早いなとおじさんはいつもこの暮れの押し詰まった時に思うわけですけど、はい、ということでまずは先週の振り返りからいきましょう、阪神ジュベナイルフィリーズジャン衝撃、はい、リバティアレンドですけれどもね、期待はしてましたが期待以上の勝ちっぷりだったなというふうに思いますね。その前でね、アルテミステックスがやっぱり振りがあった上での取りこぼしだったんだなってことを改めて証明する内容だったというふうに思いますね。でなかなかお友達がいないという競馬でね、イバティアイランドから紐が捕まえきれなかったんですけどね、2着が新緑化でね、小畑初役手、まあ、お父さん小畑初弘さんですけどね、長男で G1 2回目の騎乗で初連帯ということでね、悔しいっていう話をしてましたけどもね、見せ場たっぷり、上手に乗ったと思います、ね、フレッシュなジョッキーの活躍が目立ったレースでもありました。ちょっとやっぱりねラベルと外8枠さんとはスタートがなんかもう出遅れてあれが全てだったなという感じがします。まだまだこれで見限れるということないですね。ラベルの巻き返しは十分来年あるんじゃないかなというふうに思ってます。はい、続いては中日新聞杯ですがジャン復活、キラーアビリティですね、ホープフルステークスを勝った G1 馬、なかなかねクラシックで結果が出ませんでしたし、ここ2戦はやっぱちょっと2000メートル超える距離でね、本来の競馬できなかったんですがね、ホープフルステークス勝った2000メートルに戻って、まあ、ダンヌクシがね馬組の中でよく我慢したなという競馬でしたけれどもね、これで復活のきっかけ掴んでくれたんじゃないかなと思います。マテンロレオと3歳のワンツーということでね、惜しかったのは期待したプログノーシスでね、ちょっとスローで後ろに居すぎたかなというところですね。大外から突き抜ける勢いでしたけれども足が余っていたなというところで、まあ能力があるところは分かったんでね、この馬引き続き注目というところです。はい、続いてカペラステークスはじゃん泣かなきゃダメ泣いてない田辺騎手を狙ったんですけどもね、結果的にアティードは9着ということでね、まあ、やっぱり何かしら泣いてくれないとダメですね田辺騎手はね、はい、ということでそれを痛感したレースということでしたけどね、勝ったリメイクですけどもね、調教師、来年からの調教師転身を表明したばかりの福永騎手がね本当に鮮やかな競馬を見せてくれました。竜の雪な柴田義富騎手のね最年長重賞制覇惜しくもならず2着でしたけれども、こちらもいい競馬をしたというふうに思います。はい、続いては海外ですけどもね、方向カップ、こちらはジャン新生誕生ということでね、期待したパンサラッサがねちょっとやっぱり大逃げの形にならなかったですよね。いつもの行きっぷりがなかったかなというところでね、10着これやっぱり遠征競馬の難しさなのかな、ドバイターフで結果出してただけにね、思って期待したんですけれどもね、本来の力が見られなかったなと思います。ジャックドールも後手に回っての7着っていう感じでね、勝ったのは地元香港のロマンチックウォリアーということで、これは強かったですね。日本版が決してね弱いメンバーではなかっただけにこの強さは衝撃でした。まあ、香港最強馬さすがという感じがしましたしね、これから先ロマンチックウォリアーがねどんな路線で行くのかということも注目ということになります。それからね、高野調教師が管理するレイパパレですが9着に敗れましたけれども、レース後にね故障が判明して、引退ということになりました。高野調教師十二分に頑張ってくれたと思うし、G1 も勝たせてもらったと、なかなか勝てない G1 も勝たせてもらったということでね、あとはいい子供を出してほしいということでした。繁殖牝馬として期待したいというふうに思います。はい、最後は香港マイルですけどね、こちらはジャンプ新旧交代ということで、こちらも香港マンが非常に強かったんですが、勝ったのはあのゴールデン60ではなくね、3連覇がかかっていたゴールデン60ではなくてカリフォルニアスパングル、逃げて途中で花を譲ってそこからまた後位から抜け出すということで、なかなか味な競馬でしたけれどもね、まあ今後もマイル路線この2頭の争いということになってくると思いますがね、カリフォルニアスパングルにとっては嬉しい G1 発生や、日本勢はねちょっとシュネルマイスターがね全く抵抗できずに本来の末脚のかけらも見られなかったっていうのがちょっと心配ですね。これからどう立て直してくるかに注目というところです。はい、はい、ここからは今週の予想に入っていきます。まずは朝日愛フューチュリティステークスですが、こちらはジャン大物、いやね、正直言うと、
牝馬はね、強い馬が一つに集まるわけですよ。阪神ジュビナイルフィリーズね。オス馬の場合には来週ホープフルステークスがあるわけですよね。でどちらかといえば 2000m ですし、クラシック志向の馬は来週に回ってくる。でそうなってくるとこちらはやっぱりマイル志向、スピード志向の馬の方が強くなってくるということで、ただやっぱり2つに割れるんでね、ちょっとやっぱりレースレベルどうなのかなというところがあります。今回も重賞勝ち馬3頭ですけれども、正直言えば抜けた馬がいない、まあ、先週のリバティアイランドみたいな存在はいないわけですよね。でこうなってくるとどっからでも狙える。もちろん2002勝のドルチェモアだったり、デイリーハイでねすごい使ったダノンタッチダウンというそういった手もあるんですが、僕はあえて新馬買ったばっかりですけども、レイベリング、このままから入ってみたいというふうに思ってます。11月26日ジャパンカップ前日の東京の新馬戦、まあ開催の最終週ですしね、まあ時計はある程度早い馬場ではあったんですけれども、まあそれにしてもね33秒1ですよ。すごい足でした。ちょっと衝撃の勝ちっぷりだったんですね。でなんといってももう友のバネがね素晴らしい。そして前足を大きく伸ばして、もうね柔らかいフットワークで、もう完歩が明らかにね他の馬と違うんです。大きいんですよ。これはすごいなって、やっぱりもう我々長く競馬見てきて感覚的なものでしかないんですけれども、この馬の走りを見てたらもう誰もがすごいってことは分かるだろうっていうね、そういった馬ですね。で、お父さんがフランケルということで、まあ、やっぱりここ10年ぐらいの間では、まあ、ヨーロッパ最強でしょうね。あの史上最強マイラーじゃないかという声も上がるくらい、今年バイイードが注目を集めましたけども、まあ、やっぱりフランケルも強かったなという、ね、感じがしてます。でね、日本にも入ってきた馬の中でも G1 見つかっても、あの3頭出てますけれども、数少ない中からこれだけ出てくる。凱旋門賞にも実は今年フランケル3区ってたくさん出てたんですね。もういよいよあのヨーロッパはシボバフランケルの時代が来たと言っていいと思います。あの我々の世代はね、日本馬が今強くなってますけども、これ、ね、ヨーロッパの実に偉そうな血統に弱いですねなんとなくコンプレックスあるんです。昔だったらねダンチとかね、ヌレーフとかデンヒルとかね、こういう馬の子供とか、こういう馬のあのが母の父に入っているサンデーサイレンスサンクとか、もう本当強かったでしょ。スピード能力も高いし、そんな意味ではねフランケル3区っていうだけでもうやっぱり、あ、これは物が違うんじゃないかなっていうね、そんな感じも受けるくらいなんですが、ね、やっぱりあの舶来主義って言ったら怒られますけど、そんな感じでね、やっぱりこのレイベリング注目だなというふうに思います。大物と思って期待したいというふうに思います。相手に取ったのはドルチェモアですけどもね、サウジアラビアロイヤルカップの1分33秒4という時計は非常に速いです。で大逃げした、グラニットを追いかけていってしまい伸びてきたわけですけれども、あのお母さんが桜花賞馬のあゆさんでね、やっぱりこちらもお母さん譲りのね切れ味がある、先行力があって切れ味がある、でこれが内枠引いてるということでね、条件は揃ってるというふうに思いますね。好勝負確実じゃないかなというふうに思います。それから3番手がダノンタッチダウンで、これやっぱ荒削りなんですけども、デイリーハイはね勝ったオールパルフェよりはこっちの方がやっぱ強かったなという印象を受ける。すごい足使ってますね。そういう意味ではレイベリングと一緒に伸びてきて決めて比べという形になる可能性は十分あるんじゃないかなと思います。それからそのデイリーハイを逃げ切ったオールパルフェ、花を切ってしぶとさを発揮するというタイプなんですが、今回はねそのサウジアラビアロイヤルカップで大逃げをしたグラニットがいるんで、グラニットを行かせて2番手なのかな、その競馬ができればというところじゃないかなというふうに思いますね。あとは2002勝、2歳戦には本当に強いなというのを先週のリバティアランドを見せてくれた中内田厩舎のコーパスクリスティ、それと、大盤振る舞いですね、これは非常にレースセンスがいい馬です。それから溜めてピュッとこう切れる足が使える、ティニアの魅力っていうのはそこにあると思いますね。この辺りまで、ここはねレイベリング単勝買ってみたい馬ですね。あの惨敗もあるかもしれないけど、来た時には強い競馬で勝ってくれるんじゃないかなというところでね、レイベリングに注目です。はい、最後はターコイズステークスですけども、こちらはじゃん、芝だらというところで、福島牝馬ステークスを勝ったアナザーリリックなんですが、前走は JBC レディースクラシック盛岡のダートで7着ということでね、
まあ、大崩れはしませんでしたけれども、やっぱりダートでは良さができなかったかなという感じはします。福島牝馬ステークスはね、先行勢が結構やってくれる形になって、この前に展開向いたことは確かでしたけども、まあ、それにしてもね、強い競馬見せてくれましたし、やっぱり芝なら僕はマイルぐらいが一番合ってるんじゃないかなというふうに思いますね。マーカント騎士ですけれども、非常にこう乗れてますし、流れに乗って積極的な競馬をしてくれるジョッキーだというふうに思うんですね。ですから今回は内訳有利な中山のマイルですし、ある程度の位置につけて姉妹勝負ということで、まあ、56キロのハンデですけれどもね、僕はこの馬自身56キロがもう苦にするまではないかなというふうに思ってます。で、相手は、ミスニューヨーク、まあ、昨年の覇者ですけれどもね、まあ、とにかく中山が得意な馬で、で去年このレース、53キロだったかな、で勝ちましたけれども、その後ね、オス前ってでもこのところいい競馬してるように、非常に末脚堅実ですし、着実に力をつけてるな。で、55キロというのは他の馬との比較で言えばまだ有利かなという感じがしますんでね、これがやっぱ最大の強敵になってくるかなと思います。それからママコチャ、ソダシの妹なんですが、こちらは白毛ではなくて影に出たんですね。ただ先行してスピードを生かしてしぶとくっていう、お姉さんと同じような競馬をする馬なんですね。スピード能力が高くてまだそこを見せていないという点、それから有利な内枠を引いたというところで、これは有力になってくると思いますね。あとはウィン・シャーロット、これはもう相手なりにね、しぶとくて、まだそこを見せていませんし、先行力評価したいと思います。それからここに来て力をつけているフィアスプライドですね。まあ、この2頭はね、中山のマイルで不利な外枠をどうこなしてくるかというところになると思いますね。それから前回エリザベス女王杯も花切って見せ場があったローザノワール、これが距離短縮で変わってくると思います。あとはね、本来は力上位のスカイグルーヴなんですが、ちょっとスワンステークスが負けすぎだったんでね、ここから巻き返しがあるかどうか、まあ、一応マークはしますけれども、それほど強調はできないかなという感じで、ちょっと、評価としては、最後の7番手の評価ということになってます。はい、ということで、ね、早いですね。もうすぐ有馬記念ですけどね、はい、有馬記念ね、楽しみなメンバーですね、どんな形になるか。実はね、有馬記念の後にまたホープルステークスっていう地盤もあってね、そこも含めてね、12月の28日まで競馬が、中央競馬ありますね。師走で大変な時期だと思いますがね、資金配分に気をつけて最後まで皆さんと一緒に走り抜けたいと思います。また来週です。